実はそのうちの資金っていうのは今はもう完全に配偶者の稼ぎなんですけど、それをまあ相当動かすというか使ってるだけですけど、その使い方がね非常にユニークでしょ。そしてギリギリ使ってるね、ギリギリですよ。ちゃんと払えてるし、破産をしてね、分かってますよそれは。ところがね、そのカード会社との契約いくらぐらいまでその使えるんですかとかいうのはね、はみ出すよもちろん、ね、それは単なるそのカードの規約ですからね。でしょ。であと前月までの分を次の月払うというのはまあ一般的な契約ですから。そしてそのカード決済というのはね、一応イレギュラーなのでね、本当は請求書決済なんですよね。それが本当の法律だから、本当の商法だからですね、商ですよね、商行為に関する商法ですからね。民法上もうちは間違ってないわけです。皆様がカード会社になぜかその宗教を感じてるんでしょ。それははっきり言っておかしな行動です。ただそのカードに対する信仰行為、宗教行為がなければ、カード社会というのが機能しないのも事実ですけどね。うちは洗脳解除が専門ですからね、宗教的な信仰でカードを使ってはいけませんよ、もちろん。もう一個はね、じゃあギリギリまで使ってるわけですけど、相当船は揺れるよね。そりゃそうです。だってダンスだってね、相当揺れないと皆さんダンスしてるって気づかない。あ、素敵なダンスだなって思う時は相当揺れてる。あれは素敵な音楽だなって思っても相当揺れてる。じゃあ素敵な文学だな、素敵な小説だなって思う時は相当揺れてますか？どうでしょう？読んでる方が揺れてるの？あるいは作家がもう破天荒なの？そっちの方がかえってそうなるかもしれんね。音楽家と文豪どっちが破天荒だったんだろう。ね。それはまあいいとして。そんだけ揺らさないと、ひょっとしたら文豪に誰も興味持たなかったかもしれないぐらい。文豪とロックミュージシャンって似てるよね。例えばね。じゃあ、どのぐらい揺らすんですか？その左右に回しを振ってて、で、千代のおじさんがおっしゃってたよね。相手の回しをね、切るためには、要するに相手が取ってる自分の回しを切るためには、相手よりも激しく腰動かさんとかでしょ。相手はむしろ腰が動かないから回しを外されて、で負けてしまう。つまり勝つ方がよっぽど腰は揺れてるわけ。落ち着いてないといえば落ち着いてないように見えるのかもしれないけど、武道は腰動いてる方が有利ですからね。じゃあスポーツもそうですからね。例えばスポーツで三振したら笑うけど、当たったら笑わない。で野球でね、でところが三振したら、空振りしたら笑うんでしょ皆さん。全く同じ行動でも、あるいはスイングとしたら優れてるかもしれない、空振りしてる方が。例えばね、当たるか当たらへんか目の問題だったりするけどね。じゃあかっこ悪くてもヒットになったらみんな喝采する。ね、結果が欲しいからでしょ。でもそれ自分の結果じゃないよね。例えばプロ野球選手や高校球児の結果ですけど、その結果を見て何かをもらうんでしょ。それやったらものすごいとてつもない空振りしても皆さんもらったって喜んであるようなタイプのバッターもいたでしょ。で、そういう人たちの人生破天荒かって言ったら、破天荒な場合多いかもしれないけど、そうじゃない場合も多いでしょ。じゃあうちの人生破天荒ですか？皆さんはきっと耐えられなかったと思う。どういう意味でって、うちめちゃ堅実やからね、すっごいコツコツ作っていくからね、めちゃくちゃ。ただよ。で、また待つ時、めっさ待つで。その間コツコツと準備します。ええ方に現れたら必ず結果が出るし。でしょ。じゃあ、あれは撹乱行為ですかって、うちのお金の使い方。そうなんです。撹乱行為なんですよ。あれに騙された人は今頃泡吹いてるわね。
何回この手打っても成功すんねん、不思議なことに。なんで？それは皆様方に問題があるんですよ。うちがどんなにお金をかく乱行為の目的で使っても、絶対皆さんは必ず泡吹いてくれるねん、ターゲットは。なんでやろうな。それ皆様方に問題があるんですよ、ひょっとして。